乃木坂に11人の5期生が加入した。それから2年が経ったが、彼女たちは様々な場で経験を積み、グループの未来を担う頼もしい存在へと成長した印象だ。5期生の加入から2年が経ったこのタイミングで開催が発表された乃木坂の6期生オーディション「世界はほんの一歩で変わる」をテーマに、グループ史上初の試みとして春夏に2回オーディションを実施することが特徴的だ。開催にあたってグループの公式 YouTube チャンネルでは5期生の最終オーディション映像が公開されており、加入前の初々しい姿でしたが、現在では5期生がグループの中心を担う存在に成長した。では今回は急成長を見せる乃木坂5期生メンバー4選を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは菅原さつきさんです。デビューしたての時は、自分が笑った顔が好きじゃなくてと明かす表情はどこか自信なく、8月にリリースされたサーティースシングル「好きというのはロックだぜ」収録の5期生曲「バンドエイド剥がすような別れ方」でセンターとして立つ菅原さんと比べると見違えるような成長を感じさせる。菅原さんが出演するのは、弓木さんもかつて同じ枠を担当し、最も個性派揃いでカオスと言われる金曜日バラエティにおいて敵なしの無双状態となっている弓木さんのバトンを受け継ぐ形として、プレッシャーはあるだろうが、初回の開始に10分でビリビリ椅子の洗礼を受けたり、某皆川のギャグ「うんちょこちょこちょこピー」に合わせた帽子飛ばし対決に参加したりと、身体を張った姿を見せている。この春に高校を卒業し、4月より新たなスタートを切った菅原さんは「ラビット!」以外にも「乃木坂の」の17代目 MC に就任している。 MC の初回にゲストとして登場した田村真由さんを筆頭に、先輩を前にしてもすっと距離を縮められる人柄が菅原さんの魅力でもあり、そういった意味でも乃木坂の MC は適任といえる。サンフィフスシングル「チャンスは平等」で初めてアンダーとして参加。アンダー楽曲「車道側」では同期の富里奈央さんと同じフロントに位置し、センターの筒井あやめさんとは早速仲良くなっているという話もある。4期生5期生のみで行われる今回の 35THSG アンダーライブで、菅原さんはさらに先輩メンバーとの距離を近くすることだろう。乃木坂真夏の全国ツアー2022においても、かつてキャプテンだった秋元真夏さんがわからないことをすぐに聞きに来る菅原さんの姿勢を褒めており、そういったひたむきな努力とアンダーライブにかける思いが結実したライブパフォーマンスになるのではないだろうか。菅原さんにとってこの春を越えて6月までの初夏の期間は、バラエティ、MC、舞台、そしてアイドルとして成長する大きな節目となりそうです。乃木坂工事中でバナナマン設楽さんから早々に小吉とあだ名をつけられた菅原さんは、少々どんくさいイメージがあるかもしれないが、5期生では MC に立つことも多い。昨年12月に神奈川、兵庫の2都市、4公演で開催された新乃木坂スター誕生ライブ。彼女にとってのターニングポイントは真夏の全国ツアー2022だった。ステージに立っていたら知らないうちに自然と笑顔が出ていたんです。やっぱり何事も経験が大事なんだなって思いました。今もたまに泣いちゃいますけど、前よりも全然減りましたねと語る菅原さんは、キャプテンの秋元真夏さんがその成長を認め、これからに期待を寄せる一人です。菅原さんのひたむきな姿は秋元さんやファンの心を動かしているのかもしれませんね。次は陽気真央さんです。小柄なメンバーが多い5期生の中では、4期生に引けを取らない高身長、そしてそれとは裏腹なほんわかした雰囲気の持ち主です。33枚目では一時完売をキューブも出すなど、人気トップクラスのメンバーである。今後は先輩としてもグループを引っ張っていってくれるであろう5期生の活躍にこれからも注目したい。陽気真央さんは自身のブログで6期生オーディションが開催されることに触れつつ、あの時の小さな一歩が本当に運命を変えてくれたなって、なんか言葉にしたら壮大だけど、本当に今回の「世界はほんの一歩で変わる」その通りだなと思います。何か少しでも変えたい、変わりたいと願う人の後押しにこのブログがなってたら嬉しいなとメッセージを送っていた。陽気さんは、私はあまりネガティブなことを言いたくはないんですけど、自分に本当に自信がなかったんです。
先輩たちのおかげですごい舞台に立たせていただけているけど、自分にはそれに見合う実力がなくて、だから自信をつけたい、でもどうしたら、って考えると、自分がその環境に見合うだけの力を身につけるしかない。この2年で目の前のものに取り組むうちに、できるようになったことも、まだまだなこともありますけど、少しずつ自信を持てるようになったかなと思います。これからも周りと比べるのではなく、自分のいいところを見つけて、自信をつけていきたいですと前向きな気持ちを語った。6期生の加入について、私たちはこれまで一番後輩の5期生だから、番組やライブの経験をたくさんさせていただけていたところはあると思うんです。6期生が入ったら、そういうのを引き継げるようにしたいし、自分たちも今までの経験を生かして成長していきたいです。と先輩になる意気込みを話しました。陽気さんが立派な先輩になるのが楽しみですね。次は井上凪さんです。加入当初から注目を集めていた井上凪さんの活躍は目覚ましいです。ニナインズシングルアクチュアリー収録の5期生曲絶望の1秒前でセンターに選ばれると、3セカンドシングル人は夢を二度見るでは初めて表題曲の選抜メンバーとなり、そして3サードシングルお一人様天国では表題曲センターに抜擢、目まぐるしいスピードで成長を遂げた。2024年からは東京 FM のラジオ番組スクールオブロック内の乃木坂ロックズに毎月第1週目にレギュラー出演しており、個人でも多岐にわたる活躍を見せている。加入から2年という月日を振り返り、井上さんは公式ブログの中で、あの時から変わってない部分もたくさんあって変わらなきゃと思うと同時に自分らしさとして大事にしていきたいと語っていたが、その個性と才能を生かして今後さらなる輝きを見せてくれそうだ。自身のブログにて、この1年で皆さんは何か変わりましたか?の問いに、少しずつ変化していったところもあるし大きく変化したところもある1年だったと自問自答している。彼女は加入当初から向上心と謙虚さが混在しているようなメンバーだった。先頭に立つことで時に落ち込むこともあった。そんな時に相談相手の中西アルノさんがかけてくれたのが、凪は凪のままでいいんだよという言葉。メンバーやファン、スタッフからの肯定の気持ちが彼女の心を救い強くしていた。そして6期生オーディション告知ムービーにて、まだ見ぬ未来のメンバーの手を引くのは5期生の井上さん。2022年2月2日、メンバーお披露目の位置づけとなるプロフィール動画のトップバッターとして公開され、大きな反響を呼んだ。初の5期生曲、絶望の1秒前、ではセンターに立ち、早くから5期生の顔として11人の中心を担ってきた、乃木坂工事中、や、乃木坂スター誕生、シリーズでもライブパフォーマンスやその歌唱力が絶賛されていた井上さんだが、その裏では人一倍の涙を流してきたことも事実だ。加入当初から混在していた向上心と謙虚さ、そんな彼女にとって大きなターニングポイントとなったのが、表題曲センターに立った33枚目シングル「お一人様天国」と、その夏に開催された乃木坂真夏の全国ツアー2023だった。1期生、2期生が卒業し、3期生、4期生、5期生のみで初めて全国を回るツアーの座長としてグループを牽引。井上さんの威勢のいい煽りでスタートした「お一人様天国」は2023年の乃木坂を象徴する形であり、その姿は年末の第74回 NHK 紅白歌合戦でも提示することに成功した。向上心と謙虚な姿勢が井上さんを大きく成長させているんですね。これから乃木坂の顔として頑張ってほしいですね。最後は中西アルノさんです。中西アルノさんがメディアへと完全に浮上してくるまでにはかなりの時間を要することになるが、歌唱力をはじめとする抜群のパフォーマンス力、落語すらも披露してしまう芝居力、知識量とトークの引き出しの多さ、そしてクイーンに輝くドンクさといった中西さん自身の魅力は2023年に入ってから一気に爆発していった。絶望の1秒前が収録されたニナインズシングル「アクチュアリー」で中西さんがセンターに抜擢された「アクチュアリー」のリリースは2022年3月23日と、今振り返っても驚くほどの速さだが、ここで中西さん
ひいてはグループに対して強烈なアゲインストが吹くことになる。3月でレギュラーになってから1年が経つ NHK 俳句では青山ネモフィラの配合で共演者も実感するほどの成長を見せ、スパイシーセッション S ではその伸びやかな歌声を響かせている中西さん。彼女が真に変化するきっかけとなったのがアンダー楽曲思い出が止まらなくなるのセンターとサンフォース SG アンダーライブでの座長の経験だった。3セカンドシングル人は夢を二度見るからアンダー楽曲に合流した5期生の中でアンダーセンターに立つのは中西さんが初、つまりは5期生がアンダーライブの座長を務めることも初めてということになる。サンサード SG アンダーライブを顕著にパフォーマンスの中心メンバーだった中西さんが座長となるのは納得の流れであり、サンフォース SG アンダーライブもまた薄利のステージングだった。思い出が止まらなくなるはもちろんのこと、楽曲の色としては真逆ともいえるアクチュアリーは選抜メンバーにも劣らない気迫に満ちたパフォーマンスに、何よりも座長としての MC の中で中西さんが言った乃木坂って最強なんですよという一言、そして声を震わせながらも自信に満ちた声で伝えた、私たち14人は選ばれてこのステージに立っています、私は今ここにいることに誇りを持っていますという言葉。2年前のあの頃、こんな未来がやってくることを想像できなかったはずです。中西さんの成長は他のメンバーにとっていい刺激になったのではないでしょうか。これからの成長は楽しみですね。今回は急成長を見せる乃木坂5期生メンバー4選を紹介いたしました。デビュー2周年ということは前提にありながら、6期生オーディションという5期生が乃木坂が次に進むための重要なフェーズになってくるのではないでしょうか。3月には埼玉スーパーアリーナにて4日間にわたる乃木坂12th イヤーバースデイライブの開催を控えている乃木坂、6期生加入前としてはおそらく現体制ラストのバースデイライブになるだろう。12年にわたる乃木坂の歴史を振り返るライブで、5期生が今のグループを引っ張る存在としてそれぞれの立ち位置で輝いているはずです。坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。